イエローリボンは臨場にした黄色のリボン、もしくはそれを図案化したシンボルでアウェアネスリボンの一つである。多くの国で使われているが国によって大きく意味が異なる。このシンボルが最も広く使われている国はアメリカ合衆国である。愛する人、特に戦争に送られ一時的に祖国に帰ることができなくなった兵士たちに対して 帰りを待ちわびているという思いを表すシンボルとして使われている。黄色いリボンにこのような意味付けをする文化は古くから知られていたが今日のような使われ方のきっかけは1979年のイランアメリカ大使館人質事件の際ケンタッキー州リッチフィールドの婦人会で人質の無事帰還を願って街路樹に黄色いリボンを結んだり身につけたりしたものである。 これが ABC テレビのニュース番組で取り上げられ、全国的に黄色いリボンの掲示が行われるようになった。湾岸戦争の際には、派遣軍人に対する連帯として、サポートアワートループスというメッセージ付きで掲げられるようになり、その後も地上軍の投じられる、戦争の土に用いられる、マイカーのリアバンパーなどに貼られていることが多い。前科がある人に対して、 社会復帰を支援することを訴える運動の際に使われている。この運動は政府が毎年主催している。支援する人たちは運動期間中にこのリボンをシャツにつける。自由を願うシンボルとして使われている。メルボルンのアルバートパークの保護を訴える団体である西部アルベルトパークがアルバートパークサーキットで毎年行われる。 F1 レースである、オーストラリアグランプリに抗議する際に使う、シンボルである。2014年のセウォール号沈没事故の際に、戻ってくることを切実に祈るという意味で用いられ、全国的なキャンペーンが起こった。2014年香港反政府でも2019年から2020年香港、民主化デモにおいて、香港人が、民主選挙、平和、 政府体制の改革への望みという意味で使われている。カタルーニャ州で独立運動を行ったとして投獄されている。政治家への支持とスペイン政府への抗議を表す意味で使われている。ジャック・サンティーノ・イン・ザ・ウェイク・オブ・ザ・ガルフ・オー、アンタイ,イング・ザ・イエロー・リボン・カルチュラル・クリティーク・ナンバー19、ザ・イコノミーズ・オブ・オー、ピアニッシモ、97から117。 イエローリボンバッジイエローリストバンド NPO 日本障害者協議会ホームページ2014年11月26日閲覧 https コロンスラッシュスラッシュ www.facebook.com スラッシュグループススラッシュ226456997370638スラッシュ。帯広市役所。 無事帰国願い黄色いリボン賛否工作 http コロンスラッシュスラッシュ w w w a s a h i c o m スラッシュスペシャルスラッシュ jieitai スラッシュ tky200402040255.html 感謝の黄色いリボン結ぶ 災害派遣の自衛官や市民ら http コロンスラッシュスラッシュ w w w c h i b a n i p o c o j p スラッシュニューススラッシュ芝スラッシュローカル記事 php アイコールネスプ13億1085万6382韓国旅客船沈没待ってるよ韓国全土で黄色いリボンの波中央日報2014年4月24日 ありがとうございます。